はい。それでは、逆行列ということについて、逆行列について、逆行列の計算方法、計算原理を中心に解説をしていきます。まず、逆行列を連立一致方程式ということで、前回までのお話とか絡めてお話しします。まず、復習ですけれども、正方行列 A が正則であるというのはどういうことだったかというと、Rx という、まあ、N g 正方行列があって、Ax イコール x a イコール単位行列になるということでした。えここでですね、ax イコール en の方に注目して、こちらの第 j 列を比較します。x, x の第 j 列を x j とするとですね、この ax イコール en という方程式は、各 j 列ごとに ax j イコール ej、ej は基本ベクトルですね、という方程式を解いているのと同じになります。つまり、 ラエク X は N 個の連立一時方程式 AXJ イコール EJ を一括して解けと。こういう X があるか、X を求めなさいと言われたときですね。AX イコール EN となる X を求めるってことは N, N 個の連立一時方程式を同時に解くと。ということですので、これはですね、A の右辺のところに基本ベクトル E1、E2、この 拡大係数行列として、特に、普通は、こう、A と B、一個、一列だけなんですけども、この B としてですね、e、E1 から EN 全部並べちゃえ。全部並べるということはどういうことかというと、A の横に、A の横に、こう EN を並べるというのと一緒ですね。これを、まあ、拡大係数行列として、変形していきなさい。そうすると、この A の部分が、まあ、ランク N であって、そして、まあ、を持つと。 え、ランク N であって N 変数ですね。ランク、えっと、まあ、飛躍階段行列になったとすると。A の部分が飛躍階段行列になったとき。ランクが N で、A が、まあ、N 列ですから、飛躍階段行列は何かというと、まあ、前もやりました。飛躍階段行列の定義のところでもやりましたように、まあ、N g 正方行列の飛躍階段行列で、ランクが N のものっていうのは一つだけであって、それは単位行列であると。いうことですから、まあ、こういう変形なわけですね。 基本変形、基本行列の積を P とすると、P 倍の AEN が ENB という形になるわけですね。で、ここで、こ,こ,でこの方程式、この行列を見てみると、これはどういうことかというと、要するに、方程式、X イコール B が、X イコール B が AX イ,イコール EN の解だと言ってるわけですね。ということで、これは AB イコール EN を満たすと。と同時にですね、この式をよく注目してみる見てください。 そうするとですね、これは、左辺は、この左辺は PA イコール EN であると同時に P イコール B だと言ってるんですね。P イコール B ということは、つまり P が B と等しいということですから、この P を代入すると BA イコール E なんですね。はい。ということで、AB イコール EN でもあるし、BA イコール EN でもある。ということなので、B イコール A インバース。この定義を満たす X として、B が ただ一つ取れますと。これ方程式解いてますから、もうこれただ一つしかないわけですね。ではちょっと簡単な二次,次正方行列の場合やってみましょう。二次正方行列の場合に、1223というやつの場合考えてみましょう。このように単位行列を並べて書きます。基本を変形して、ここの部分が単位行列、1 0階段行列ですけども、飛躍階段行列って今の場合、まあランク N2 であれば、 単位行列ですから、単位行列になるように変形していきます。そうするとこのようになります。はい。ということで逆行列はこういうのですね。一応計算してみるとこういうふうになります。ということで逆行列を解くということは、このように AEN を並べてこの形に変形するということになるわけです。ではちょっと問題やってみましょう。 まあ今回も二次の正方行列ですので、まあ、簡単ですのでちょっとやってみてください。はい。まあ A と EN を並べて、A と E2 を並べて変形していきますと。はい。で、そうすると、まあ今回ちょっと分数が出てきましたけれども、まあ、本当に言うとここはね、41倍して40、41倍のマイナス451とかやって、 41の11倍して足してとかやればいいんですけども、まあもう、全部分数でやっていました。そうするとこういうふうになりますね。ということで、エインバースはこのようになりますと。で、これはですね、まあ、前回ちょっと逆行列の正方行列のところで言いましたように、逆行列は実はこういう公式があるんですけども、まあ、これを3次の場合も、あるいは4次の場合とかでやろうとすると、いわゆる4次行列の理論が必要になって、行列式の話が まあここでは今回はその方法は使わずに基本変形を使ってですねやるという話をしていきます。